和光くん？ふかさん、ごめん、ふかさんを見てなくて。ごめん、ごめん、僕が、僕。和光くん、この写真は今日の記録ですか？そうだよ。懸命に崩壊中の痕跡があるってみんなから声が届いてて、ちゃんと保存して比較できるように今まで以上に細かく記録することにしたんだ。写真に何か問題でもあったのですか？一部の写真に特殊なマークがついているみたいですが。うん、気になることがあったんだ。塀に変わった落書きがあって、ヴァイオレットが落書きをきれいにしてくれたし、オレンジ姉さんに頼んでみんなにそんなことをしないようにって伝えてもらったんだけど、いつまで経っても減らないんだ。落書きが経明に与える影響は崩壊中以上にひどくならないけど。これはひまわりでしょうか、それとも。あ、これは長江にある円形の鯛の模様だよ。道理で見覚えがあると思いました。ですが、落書きをした人はどうしてこのタイルの模様を何度も繰り返し描いているのでしょう。ただ繰り返してるってわけじゃないよ。深さん見て、足跡？タイルを踏んだ足跡がありますね。しかも比べてみると、落書きにある足跡の位置が少しずつ違っているようです。てっきり。もちろん住人たちに蹴られたわけじゃないよ。すみません、和光くん、他にもこんな落書きがないかもう少し探してみましょう。深さんが僕と一緒に調べてくれるってこと？ここから一番近い落書きは確かあそこにある気がする。ええ、行ってみましょう。もし足跡の向きが次の落書きの位置を表してるとしたら。崩壊中です。和光くんは隠れていてください。深さん気をつけて。ごめん深さん、僕のせいで。いいえ、うまく連携できていましたよ。和光くんが案内してくれたおかげで崩壊獣を倒すことに集中できました。よかった。足跡が中心に近づいてる。方向の他に距離も表してるのかな。和光くんの推測は正しいと思います。もしかしたら私たちは目的地に近づいているのかもしれません。ううん、僕は適当に行ってみただけで。行きましょう。すぐに答え合わせできますよ。
足跡が模様の中央にかなり近いけど、つま先が向いてる方向を見ても何もない気がする。もしこの特殊なタイルの模様が兆候を表しているとしたら、それなら形名のところどころにこの落書きがある。上書きされても再び現れる。まるで謎を解いた誰かを誘導してるみたいな。それに明星っていう意味を持つ名前の町で宵母子に関する落書きをするなんて、あまりにも目立ってるよ。それが作者の目的なんだと思います。兆候に行ってみませんか。その作者が何をしたいか見てみましょう。ふかさん、僕の考えが正しいとは限らないよ。それに兆候は長い間放置されてるから、今の状況でふかさんと僕が兆候に行ったら何かのトラブルに巻き込まれるかもしれない。これくらいトラブルとは言えませんよ。手伝うと約束しましたし、崩壊獣を見て見ぬふりはできません。和光君は記録員としての調査を終わらせるため、私は家に帰る手がかりを探すため。お互いにメリットがありますから気にしないでください。でも行ってみるだけですから大丈夫です。私たちの推測が正しかったら、むしろ慶明にとってはいいことですよ。行きましょう、和光君。兆候で調査を続けましょう。うん、深さん。
Thank you.
管理がスムーズにできるように僕たちは街道に番号をつけたんだ。つまりこの建物は7と4の道の境界にあるということですか。うん。私が倒しましょう。部屋の番号だと思う。あの建物の中で見た通俗科学の本と芸術に関する本がここにもいくつかある。それだけじゃない、画材、それと子供の日記がある。今は真実を明らかにして起こりうる脅威を排除することが大事です。他人の日記を見たことはまた後で本人に謝りましょう。街の落書きは病気で寝たきりになった友達のためにこの子が書いたものだったんだ。彼が用意した謎は謎解きが好きな友人に残した合言葉だったんですね。去年のお祭りで初めて謎を考えたと書いてあります。当時二人はそれを完成させようと約束しましたが、その後友人は病気で倒れてしまい約束も叶いませんでした。そんな中芸名を落書きで埋め尽くして友達の注意を引こうとアドバイスした子がいました。だから彼は謎を作って自分が初めて完成させたものも入れた。幸いにも子供は単純ですからね。今回の件は友情によって生まれた小さなトラブルです。よかった、大したことはないみたいだ。後でこの件をオレンジ姉さんに伝えよう。姉さんは人をなだめるのが得意だから穏やかにこのこと話し合って円満に解決してくれるはず。でも壁の落書きをきれいにしなきゃダメだね。この量だとバイオレットの手伝いが必要かも。え、ふかさん何を笑ってるの？ほら、もう一人前になっているじゃないですか。え、それはふかさんがずっと励ましてくれたから。でも私の励ましだけじゃ落書きの謎を解いたり事件をうまく解決したりはできませんよ。僕は私は和光くんの代わりに現れた崩壊獣を倒しただけです。事件の調査に関しては何も手伝っていません。全部和光くんが一人で成し遂げたんです。ほら、あなたは自分が思っているよりも頼もしく強いでしょ。ふかさん、一つ質問してもいいかな？もちろんです。どうしてふかさんは僕のためにここまでしてくれるの？僕が自信を持てるようにわざわざ手分けして行動するなんて。僕の考えすぎかもしれないけどごめんなさい。いいえ、和光くんの言う通り確かに私はわざとそうしていました。なんて言えばいいのでしょう。おじけづいたり自分で限界を作ったりしている和光くんを見ると最初の自分を思い出すんです。え、ふかさんみたいにすごい人にもそんな時期があったの？え、とにかく私が来る前から
この町のためにずっと努力していた和光くんは一人前の代理人です。一方昔の私は口下手でクラスの中でも一番存在が薄く友達の作り方も知りませんでした。たくさんの優しい人がいてそのおかげで私は成長し短所を克服できました。今でも未熟な自分を思い出すたびに言葉を失ったり笑ったりしてしまいます。謙虚も度が過ぎるとむしろ自分の能力を制限してしまいます。自己評価が低いと最終的に不必要な障害すら招きます。和光くんが短所を克服できるように手を貸したのは今の話を過去の私に伝えたかったからかもしれません。すみません勝手にそう思ってしまって。そんなことないよ今の深さんの話みたいなこと僕は一度も考えたことがなくてすごく意味があると思う。僕ちゃんと覚えておくよ。和光くんの仲間他の代理人たちもきっとあなたを信頼しています。その信頼に応えるためにももう少し自分を信じてみてください。うん。みんなは僕にとってかけがえのない家族だからがっかりさせたくないんだ。ありがとう深さん。あとは僕に任せて。